はい、ということで、先ほどインスタの方で僕が YouTube の企画で1年間〇〇をしますというものをやろうと思ってまして、皆さんから DM をたくさんいただきました。おそらく100件ぐらいはもらいました。そして今回ね、1年間何をするかが決まったのですが、もうほぼ8割9割はもうこれしか来なかったです。じゃあ言います。僕ジェームズは1年間お泣きんしまーす。ということでですね、最初セックスにしようと思ったんですけども、僕、どうせセックスしないから、てかできないから、お泣きにしようかなと思って。そしてお泣きをすると何がいいかって、ニキビが治るんですよ。お泣きをしたら、ニキビが治るのかっていう検証にもなるので、僕は、1年間、お泣きん宣言をいたします。ということで、最後のオナニーしていきまーす。